竹村宮家は、摂津国三島郡に設置された大和朝廷の直轄地。日本初期巻第十九によれば、安官天皇元年うる十二月に天皇が三島に行行した際に、三島あがたぬしめしが献上した竹村の地四十丁からなるもので、先に両殿の献上を惜しんだ大河内ただし、味張りは、くわよおぼろとして天皇に、春秋五百丁を献上し、 脅威だ六町を大友金村に賄うことで食材をしたという。これにより、河内県の柿部をもって田辺とすることが始まったとされ、当地での労働力として用いられていた事情が伺われる。三宅の範囲は、初期の常日の記述によると、上尾野、下尾野と上桑原、下桑原の四箇所からなるとされており、否定値については高下三里市にあったものと推定され、 諸説が存在するが、地名辞書によると、近代の三宅村を竹村三宅に由来するものとし、現在の摂津市のおつつじ、小坪井、鶴野と茨城市の倉垣内、牛虎の一体を当てている。この三宅の経営は、初期の記述にある通り、三島あがた主と大河内氏が当たっていたが、やがて大和朝廷の派遣する三宅連と竹府連が管理するところとなった。 竹藤氏は、俗に本気に参見しており、また、新鮮生四録、摂津国津神別天神にある竹原氏は、各、しこり魂命男伊サヌの魂命の後なりと、あり、三島氏の親族でもあり、この三宅の経営に何らかの関係のあった氏族で、あったと見られている。ありがとうございます。